ネクストクオリティということで、僕はテーマとしては非常に良かったんじゃないかなというふうに思ってます。で実際にこうファイナルの方に上がってきた作品も、コンセプトが非常に切れ味のいいものが多かったのかなというふうに思います。あとはですね、コンセプト着眼点は良かったんですけれども、何を言えばもう少し、さらにこう現実からぶっ飛んだっていうんですかね、そういう夢のあるような作品が見たかったなとは思うんですけれども、クオリティっていうことに関して、皆さん非常に、真面目に取り組んでいただいたと思ってますので、ある意味現実感があって非常に良かった結果になったかなというふうに思ってます。このテーマが本当に今年にふさわしかったといいますか、国用デザインアワードというのはやはりその国用という会社が多くの人とコミュニケーションを取るというか対話の場としてやっていることというのが一番鮮やかに見えたんじゃないかなと思います。このコンペというのはやはり今日のこう最終審査会の後 の, このトークに参加するとかでそこで国用という会社とあと審査員と来場者の皆さんが受賞者の皆さんみんなと話す場を目撃するというその場に参加してほしいなとすごく思いました。そこで話されていること自体が日本のデザインを考えるすごく重要なヒントにもなっていると思いますし、まあ、一人一人がみんなきっと解釈が違うと思うんですね。なんかそうい う, こう考える場として利用してほしいなというふうに強く思いました。まあ、いろんなクオリティのあり方を見せて、もらった気がして、審査今日プレゼンテーション全部見たんですけど、審査しててハッとする視点がたくさんあって、面白い、ショーだったと思ってます。でグランプリを取ったスケールハサミなんですけど、今日のグランプリはまあ一つ通過点かなと思ってます。コンセプト非常に素晴らしいんですけど、あれが実際にこう物になった時に、みんながびっくりするようなそれこそクオリティのものとして誕生するというか、それを国用の、まあ、開発の皆さんと一緒に、ここからこう鍛え上げていくというか、まあ、それで本当にそれが、今思い描かれているようなコンセプトともう本当にぴったり一致する、もしくはそれを超えるようなものになった時に初めてこのアワードのグランプリの、まあ、意味が世の中に伝わっていくのかなと思いました。まあ、他の優秀賞の作品も製品にいけそうなもの、商品として成立しそうなものたくさんあるので、ここから の, まあ、国用さんとの、製品開発へのプロセス、まあ、これを審査員としても楽しみにしています。皆さんお疲れ様でした。